初礼さん、えー、竹井さんはご飯好きだと思うんですが、ね、日本で好きなお店、料理3個教えてください、だって。えー、うん、いっぱいあるな皆さんがい、い、けそうで食べられそうでおすすめって言ったら、まずはその千葉のアビコにある、あけぼの食堂っていう、俺が大学の時通ってた食堂の焼肉定食っていうのは、マジで俺は世界一うまい焼肉定食だって表現してるんで、 ぜひ一度、はい、アビコあ、アビコですね。アビコ駅から、ま、あ大体バスで5、6分かなぐらいで着くかな歩いたら15分ぐらいかなのとこに、とこにある、アケボの食堂の、焼肉定食。これは絶対食べてほしいっていうのと、また学生時代に俺が食ってたものなんだけど、神戸学院大時代に、六甲道っていうところにある、僕のフライパンっていうお店の、 今もありますけど、駅ビルの地下みたいなとこに。あの、そこの、あの、元気いっぱい唐揚げ野郎カレーっていう、はい。これは非常に美味しい。はい。元気が出るご飯なんですけど、あともう一個そうだな。そういうとこじゃなくて、今、今俺が都内で好き。とか、そう思うものだとしたら、 そうだな。なんだろうな。都内で俺がうまって思う。あのね。そうだな。一個、そうだな。あの、高級品とかじゃなくて、美味しいよ、これとおすすめできるのは、未粛にあるね、あの、キラクテっていう、まあ、つぼ焼きカレーのお店があるんだけど、そのお店の、ささみチーズフライだったかな。<laughs> ささみチーズカツみたいな。なんか、 サイドメニューにそれがあるんだけど、俺はいつもそれとチーズオムレツと、あの、ターメリックライスみたいなのを頼んで食べるの。かはあ、カレーも美味しいんだけど、あの、その、ササミチーズフ,フライだったかな。<laughs> そのメニューが俺のおすすめです。あの、デミグラスソースで食べるチーズたっぷりのササミのフライ。はい、これはもう俺の大好きな、はい、食べ物なので。 ぜひ。高級品だったらね、六本木の、ね、中国飯店の上海ガニ、黒酢のソースで食べるやつ。バチクソうまい。バチクソうまい。ええ。うん、その辺ちょっと行ってみてください。ありがとうございます。